やあ皆さん、いつもです。今回私なりのスケッチを描く際のコツを3つ紹介します。今回デジタル上で紹介しますが、アナログスケッチでも通用しますので、ぜひご覧ください。早速1つ目、色の濃さが違う鉛筆を2本用意します。薄いのと濃い鉛筆ですね。私は主にスケッチはアナログでやっていまして、その2本の鉛筆は 2B と 4B で描いています。薄いのと濃い鉛筆を揃えるなら HB と 4B でいいのではないのかと思われている方もいるかと思います。 HB のような濃さが薄い鉛筆は芯が硬いため、軽い力で描くには私には適していないもので、しかし 2B など濃い鉛筆は芯が柔らかいため、軽い力でも描け、また濃さの調整もできるので、2B と 4B で描いてます。次は2つ目、スケッチをする場合、ほとんどの方が画像を見ての模写だと思います。その画像の中の一番暗い部分を見つけてスケッチに反映させます。今回の絵では口の両端、首と肩の間の影、後ろ髪の3つです。この部分をアナログでしたら 4B で塗りつぶします。ちなみに今回の絵では画像を見ての模写ではありません。 2B で全体や濃さの薄い影などを軽い力で描き、最も暗い部分や輪郭線などを 4B で描くようにしています。最後の3つ目は自分ルールで描くということです。スケッチを描く際にこうやらないとダメなどといろいろ専門的にはあるかと思いますが、それは省いて私は自分の美的感覚で描いています。例えば自分の技術が足らないということもありますが、髪全体を黒く塗りつぶさなかったりもします。いかがだったでしょうか。皆さんのお役に立っていましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。